大家好，欢迎来到 C Fashion， 我是东京的主持人杨子。那现在我们来到的这里是所谓的李元素，那我想喜欢东京的文化的男生朋友都应该了解这里吧，我觉得根本不需要杨子来告诉你们。但是今天我们可以去采访几位非常了解当地的李元素的文化的几个朋友，我们一起看一下。こんにちは。今日は今は仕事の休憩中です。休憩、はい、ってことはこの辺でお仕事されてる。そうですね、この辺でファッションケースか、ファッションのブランドをやってます。どんなブランドですか？こんなブランドです。こんなブランド、あ、ズボンですか？こんな感じの、そうですね、これとか。こういう、つなげてるこういうのってなんていうんですか？レイヤード。これはレイヤードですね。なるほど、はい、で、アキラが好きで。そうですね、これはアキラのT シャツ、映画の T シャツです。え、繋がってるんです？自分で繋げるんですか？繋がってないです。あ、これは自分で作ってるブランドで繋がってるんです。すごい、シャツ的なのが。そうです、シャツのレイヤードに T シャツを着てるんです。 T シャツを着てる。いいですね。重ねてる。なるほど。なんか、じゃ原宿長いってことですか？そうですね、割と長いと思います、なんかじゃあ最近見ててこれ流行ってるなみたいな。流行ってるもの、最近、そうだろう、女子でも男子でも、女子でも男子でも共通とか。共通はスニーカーじゃないですかね。スニーカー、ナイキとかの。ナイキとかスニーカーは多いと思う。好きですか？好き。履いてないっすですね。履いてはないんですけど、たまたま、ね、そうですね、今日たまたま履いてないですけど、ですね、多いですね。なるほど、はい、じゃあ今年この夏ちょっとやってみたい、なんかスタイルとか、もしくは挑戦したいアイテムとかは、テイスト的にはパンクのテイストが、パンク、はい、パンクっぽいですもんね。髪の色すごくないです か, どうか。何色？これはパープルです。パープル。どれぐらい時間かかります？これはかかんないですね、黒に乗せてるだけなので。そうなんだ、初めて見ました。そんなに取れないですね。いいっすね、はい、じゃあこの夏はパープルにパンクで夏を、パープルにパンクで夏を、はい、パンクしてください。ありがとうございました。